飯食え。おーい、おーい、開けてパカ。どうも、煮込み料理界ナンバーワン愛され料理、ロールキャベツです。君も一緒にキャベツで包み込みたいなんてね。いやー、待たせちゃってごめんね。まあそのおかげでたっぷり煮込んで、お肉の旨味をギュッと閉じ込めておいたからね。どう、君ん家で一緒に食べない？おいおいおい、これが噂のロールキャベツ男子か。誰だ？世の中には2種類の人間しかいない。産地を巻く人間か、産地を巻かない人間か。韓国料理の大定番、サムギョプサルだ。産地はぜひ巻いて食べてくれ。もう、せっかくいい感じだったのに邪魔が入っちゃったね。で、君ん家行ってもいい？はい、すいません、ちょうどお肉が焼けました。店員さん、お願いします。ちょっと焦げ目がついた分厚いバラ肉をハサミでチョキギョプサルして、切ったお肉をサンチュにのせギョプサル。そこにコチュジャンをつけて、キムチやニンニクものせちゃって、あとよくわからないこれとかこれも何でものせギョプサルして、サンチュでくるんでかぶりつけば、マシさよ。で、おなじみのサムギョプサルだ。全部やるじゃん。おい、ロールキャベツ、いやロールキャベツ男子、サムギョプサルだって見た目は草食系、中身は肉食系。サムギョプサルこそ真のロールキャベツ男子だ。なんかややこしいな。そのロールキャベツ男子ってことは、今日からサムギョプサル男子に変更します。あ、いいですよ。ギョギョギョプサル、え、いいの？全然いいですよ。そもそもロールキャベツ男子ってなんかネガなイメージあるじゃないですか。売名にはいいけど好感度的にはね。だから全然 OK です。今日からサムギョプサル男子として生きていくのか。でも俺意外とシャイだからな。全然ダメじゃないですか。グイグイ行かないと。無理だよ。僕の産地が幾重にもなってて肉の部分が隠れちゃうの。ちょっとお手本見せてあげますよ。お願いギョプサル。ねえ先輩、今日家行ってもいいですか？え？行ってもいい？私、ロールキャベツは先輩のサムギョプサルさんと同棲することをご報告します。同棲？これからよろしくお願いします。飯食え。君は僕になんて書く？たっぷりのケチャップがたまらないオムライスです。ふわふわトロトロのオムライスもいいけど、僕みたいにちゃんと包み込んでるタイプの昔ながらのオムライスが結局いいんだよね。わかる？この感じ。てかさ、オムライス嫌いな人っている？いないよね。マジすごくない？老若男女完全制覇だよ。まあお子様ランチに使われてるのが大きいよね。子供の時に食べたものって大人になっても好きだもんね。お子様ランチを制する料理が人類を制する。ねちゃてに、ジュクシ、お遊びはそのくらいにしてもらっていいか。お子様ランチの旗が大人の味わい、いとふかしデミグラスソースオムライスだ。オムライスに文字なんて書く必要ないんだぜ。オムライス？なんで僕が出る回に同じオムライスが来るんだよ。普通気使って別の回に出たりするだろ。オムライスはオムライスが始末するんだ。仲間同士で争うなんてやめようよ。僕たちソースは違うけど中身は同じケチャップライスじゃん。うるさい、黙れ。大地をお前のようなケチャップ頼りのお子様オムライスのせいで、オムライスが幼稚なイメージを持たれてるんだ。ヒロシは何食べる？オムライス。ヒロシ、これデミグラスソースのオムライスだけど大丈夫？え、だってオムライスでしょ。僕食べられるよ。確かにオムライスだもんね。偉いね。声きつ。お前が広めたお子様オムライスのイメージのせいで、子供がファミレスでうかつに注文しやがる。深みのあるデミグラスソースは大人の味だぞ。二十歳になるまで頼むんじゃねえ。いいじゃん、子供に食べられたって。それにお前みたいな庶民的なオムライスのせいで、オムライスが料理のできない彼女が彼氏に作る初めての手料理ナンバーワンになってるんだ。しかもそのせいで多くの犠牲者が出ている。犠牲者？はい、ヒロシ、お待たせ。大人になったヒロシ？あ、今日はオムライスか。ヒロシのために頑張っちゃった。ありがとう、超うまそうじゃん。じゃあ食べさせてあげる。あーん、いただきます。パク。ヒロシ、ねえヒロシ、目を覚ましてよ。ヒロシ死んだ？
本来オムライスはこのように危険な食べ物で、その殺傷能力はあの餅とほぼ同じなんだ。オムライスで死ぬとかありえないから。だからこそ安く見えちゃダメなんだ。深い品格を持って深い味わいで人々を魅了しないといけないんだ。俺は深い大人の料理になりたいんだ。まあお前みたいなお子様オムライスには深いって意味はわからないと思うがな。なんか深いしか言わない人って大抵浅いよね。なんだと？好きなものは好き、美味しいものは美味しい、それでいいじゃん。あはははは、だからお子様は困るぜ。俺は大人として深さを持つべきだと思ってて、その深さとは子供には出せない深みというか、深いってかっこいいじゃん。え、何深い？うるさいな。まあ、結局元祖が勝つんだよね。殻入ってないから安心して召し上がれ。ペロリンチョスマイル。メシコへ。ねえねえ見て、このチョコのワンピース似合ってるかな。でも可愛いって言わないと怒っちゃうかな。あ、自己紹介忘れてた。で、あなたのお口の恋人エクレアなのだ。将来の夢はココアとかミルクみたいにペットの名前になることです。よろしくお願いします。エクレアの中には甘いクリームさんがたくさん詰まってるんだよ。ほら見て。やだ恥ずかしい。あ、もっと見たいの？じゃああと1回だけだからね。見た？ズッキューン。はじめまして、こんにちは。握手会では組みたいよ。クイズ番組ではおバカ担当マカロンだよ。占いはいいことだけを信じるタイプです。よろしくお願いします。うわー、マカロンちゃんかわいい。私なんてそもそも名前の由来が稲妻を意味するエクレールから来てて、そんな危ない名前じゃ可愛くないよね。エクレアちゃん落ち込まないで。チョコのワンピースとっても似合ってるよ。ありがとうマカロンちゃん。はい、そこの腹ペコの男子、君に魔法をかけちゃいます。キュルルン、マカロンのこと好きになーれ。かかっちゃった。エクレアちゃん、ドジっ子なんだから。もうメロメロでクリーム飛び出しちゃいそう。そうだ男子諸君、マカロンはホワイトデーで返すと特別に大切な君へって意味が込められてるから、大切な彼女にホワイトデーお返しするときはマカロンにするんだぞ。すごいマカロンちゃん。私なんてバレンタインにもホワイトデーにも選ばれない、きっと魅力のないお菓子なんだよね。本当私ってお菓子として存在価値ゼロだよね。落ち込まないでエクレアちゃん。エクレアちゃんのお口の中をメロメロにするクリーム、みんなを幸せにするはずだよ。あ、そうだ、どっちかを選ぶなんてしないで、私たち両方とも食べたらいいじゃない。は？そんなことしても大丈夫なの？大丈夫だよ、この男子食いっぷりは良さそうよ。さあ私たち両方食べちゃって幸せになりなさい、キュルルン。あ、でも幸せになるってことはその分不幸せになる可能性を秘めていることだからね。さあ深夜3時のおやつ召し上がれ。こんな時間にスイーツ2つも食べて大丈夫？そんなの気にしちゃダメよ、今幸せならいいのよ。チャンネル登録よろしくね。